C11 は昭和5年に製造された C10 の改良型として誕生した。この機関車は客車を5、6両牽引し、快速運転できるようテンダー機の C50 に匹敵する高速と出力を備えるタンク機として設計され、淡水容量を増すため 1C2 の軸配置とした。また最高時速を85キロ程度と査定して、1メートル52の動輪を採用している。 C11 は全国的に普及し、都市周辺の快速列車牽引のほか、ローカル線の客貨兼用、入れ替え用と広い分野に使用されていた。その C11 が活躍していたのが会津線である。会津若松から磐梯山を背に南に向かって只見川沿いに伸びる鉄道で、只見まで 88.4 キロ、その建設目的から電源開発線と呼ばれていた。大正15年10月、会津若松から会津坂下まで 21.6 キロが開通。昭和3年11月には会津柳津まで 33.3 キロ、昭和16年10月会津宮下まで 45.4 キロ、昭和31年9月会津川口まで 60.8 キロ、そして翌32年から鎌倉ダムの建設資材を運搬するため、川口鎌倉間 27.6 キロが電源開発会社専用鉄道として工事に始められた。ダムが完成した昭和38年8月、この区間は国鉄に編入されたが、沿線に見るべき集落産業はない。国鉄は渋々受け入れたといういわくつきの線区である。なお昭和48年8月に会津線はさらに南下、大白川に乗り、只見線と結ばれて会津若松と上越線小出間 135.2 キロ、只見線と称されるようになった。この鉄道建設の目的は地域開発、只見川水系の電源開発、森林資源、鉱石類、農産物の搬出であったが、現在は会津若松小出間の全通に伴い観光線、地方交通線として脚光を浴びている。